エンダ・ケニーは、アイルランドの政治家。統一アイルランド党所属の国会議員、統一アイルランド党党首、防衛大臣、野党員内総務、貿易、観光大臣、アイルランド首相を務めた。アイルランド北西部、名誉県に生まれ、アイルランド国立大学ゴールウェイ校を卒業後、4年間、初等教育教師を務めた。 2011年から2017年まで首相。2002年から2017年まで、統一アイルランド党、党首。2014年5月から7月と2016年から2017年まで、防衛大臣。2002年から2011年まで野党、院内総務。1994年から1997年まで、貿易、観光大臣。 1986年から1987年まで、教育、労働担当大臣を務めた。1975年から1997年までは、名誉ウエストの国会議員。1997年から2020年までは、名誉選挙区の国会議員を務めた。2011年の総選挙では、統一アイルランド党を歴史的な勝利に導き、 初めて最大の党となり、2011年3月9日に、労働党と連立政権を樹立した。2011年の東日本大震災の際に100万ユーロの緊急支援資金を日本赤十字社に提供した。また、2013年に日本へ公式訪問にした。2016年の選挙後2ヶ月間の交渉を経て、2016年5月6日に、 統一アイルランド党党員として、初めて2期連続の首相に選出された。同党出身の首相としては、ジョン・ブルトン以来であり、総選挙で勝利した統一アイルランド党党首としては1982年の、ギャレット・フィッツ・ジェラルド以来である。2017年4月には、統一アイルランド党の首相としては、最長の任期となった。 ケニーは2017年6月2日に党首を辞任し、6月上旬に新しい党首が選ばれた時点で首相を辞任することを表明した。それに続く党首選挙では当時の社会保護大臣であったレオ・バラッカーが党首として公認に選出された。ケニーは2017年6月13日に首相を辞任し、翌日にはバラッカーによって引き継がれた。 2017年11月5日、ケニーは、直送選挙には出馬しない向を発表した。ケニーは1951年、名誉県、キャッスルバー近郊のアイランデディのデリー空襲で、メアリー・エイースネとヘンリー・ケニーの5人目の、第三子として生まれた。地元では、セント・パトリック国立学校で教育を受けた。 ラブリンのセントパトリックカレッジに通い、アイルランド国立大学ゴールウェイ校の学部生となった。国家教師の資格を取得し、初等教育の教師として4年間勤務した。ドイル・エア・ラン・ケニーは幼い頃から政治に触れ、父、ヘンリー・ケニーに続き1954年に、統一アイルランド党の国会議員になった。1970年代初等には、選挙区の診療所で、 父の手伝いをするようになり、政治に直接関わるようになった。1975年、ヘンリー・ケニーは、ガンとの短い闘病生活の末に死亡した。統一アイルランド党は、次の選挙で、息子の一人に、候補者として、立候補してもらいたいと考え、エンダ・ケニーが選ばれた。最初の選挙で52%の得票率で当選し、24歳で、 第20代議会の最年少議員となった。ケニーは10年近くも後続に残った。最初に、青少年問題とスポーツ、次に、西部開発の党のスポークスパーソンに任命されたが、小選挙区の問題に集中していたため、全国的な知名度を築くことができなかった。1981年に、 ギャレット・フィッツ・ジェラルドが初めて党首になったとき、そして1982年に、再び党首になったとき、ケニーは礼遇されたまま取り残されたが、1983年に、北アイルランド紛争の政治的解決の試みである、ニューアイルランドフォーラムの統一アイルランド党、代表団の一員に任命された。その後、イギリスアイルランド議員連盟のメンバーを務めた。 1986年には、教育省と労働省の国務大臣に就任した。1987年の総選挙で、統一アイルランド党が敗北した。ケニーと同党は、その後7年間野党の席にいたにもかかわらず、教育、芸術、遺産、ゲールタ派と、党書部など、党の最前列席銀連で、多くの役職を務めたため、全国的な知名度が上がった。 また短期間ではあるが、統一アイルランド党の院内幹事長を務めた。1994年末、共和党、労働党政権は崩壊したが、総選挙は行われなかった。その代わりに、統一アイルランド党、労働党、民主左派の、レインボー連合が政権を握った。ケニーは、統一アイルランド党の院内幹事長として、新政権が誕生する前に、 他の政党と政権プログラムを交渉していた。ジョン・ブルトン政権下では、ケニーは内閣に入り、貿易、観光大臣に任命された。大臣として、アイルランドが6ヶ月間の欧州理事会議長国で、あった間、欧州連合貿易大臣会議の議長を務めたほか、1996年には、世界貿易機関会議の共同議長を務めた。ケニーの他の功績としては、 1998年のツール・ド・フランスのステージをアイルランドに誘致するための交渉を成功させたことが挙げられる。1997年の総選挙で政府は敗北し、ケニーは野党の席に戻った。統一アイルランド党党首選挙2001年ジョンブルトンは不信任投票を受け、2001年に統一アイルランド党党首を辞任した。ケニーは その後の指導者選挙に立候補した候補者の一人で、あり、党を伝化することを約束した。最終的な投票では、マイケル・ヌーナンが党首となった。ヌーナンは、その後、ケニーに、スポークスパーソンの割り当てを与えなかったため、ケニーはヌーナンが、危険なメッセージを送ったと非難した。2002年2002年の総選挙では、統一アイルランド党は、 過去最悪の選挙結果を出し、予想を上回る23議席を失い、得票率は5%下落した。ケニー自身も議席を失いそうになり、情報のスピーチを準備するところまで行った。最終的には5議席の小選挙区で3議席目を獲得した。ヌーナンは結果の夜に統一アイルランド党党首を辞任し、これがまた党首選挙の引き金となった。 ケニーは再び統一アイルランド党党首選挙に立候補し、当選した。2002年9月、ケニーは、今後民主共和国の初代首相を暗殺された、パトリスルムンバに関連した冗談の中で、ニガーという言葉を使用した後、人種差別的な発言をしたと非難された。ケニーは、4月を望んでおり、特に記者に引用しないよう求めていたが、 サンデーインデペンデント氏は、煽り文句の繰り返しを報じている。問題は、息子と数人の孫を含むルムンバの親戚の数人が、タラに住んでいたことが、明らかになった時に悪化した。ケニーは、淡々と謝罪したが、人種差別的な意図はなく、単にモロッコのバーテンダーがかつて言ったことを、引用しただけだと主張し、最近休止した友人のデビッド・モロニー議員と一緒に、 目撃した事件を思い出しながら、その時のことを話していた。しかし、次の首相になることを望んでいる人が記者団の中で、話してはいけない話として、政治的には、弁護できないと広く見られていた。野党院内総務2004年の地方選挙と、欧州議会選挙で、統一アイルランド党の代表は、 アイルランドの15人中4人の欧州議会議員から13人中5人に増加した。統一アイルランド党が国政選挙で共和党を破ったのはこれが初めてであり共和党が国政選挙で1位になれなかったのは1927年の総選挙で共和党の前任であるクマンナ・ゲールに次ぐ2位になって以来のことである。2005年11月ケニーは 国家統一高校卒業試験のリービングサーティフィケートでアイルランド語の義務化の廃止を求めた。これに対しアイルランド語団体のすべてが反対した。2006年3月には統一アイルランド党が所属する欧州最大の政治団体である欧州人民党の副総裁に選出された。EPP での演説では統一アイルランド党は2年以内に アイルランドで政権を取るだろうと述べた。2006年前半、ケニーは移民の費用、該当犯罪、小に性愛、住宅所有者の権利などについて、よりポピュリストな路線を積極的に打ち出した。ケニーが経験した強盗事件の生々しい描写は、犯罪に関する議論の文脈で国会に提供されたが、事件が起きたのはアイルランドではなく、 ケニアであったことが翌日に明らかになった。ケニーの下、統一アイルランド党は2007年5月24日に行われた2007年総選挙で、労働党と選挙前の協定を締結し、選挙民に代替連立政権を提案することに合意した。いわゆるマリンガー合意は2004年9月にその年のヨーロッパ及び地方選挙に続き合意された。ケニー指導のもと、 統一アイルランド党を進歩的中心の党として定義しようとした。その政策は金融価値、消費者権利、市民パートナーシップ、公共支出の改革、報酬と企業、予防的なヘルスケア政策に集中していた。かつての法と秩序、国家制度を守る党としての地位を取り戻すことを求めていた。2007年3月の統一アイルランド党。 党大会で、ケニーは、より良いアイルランドのための契約を外設した。バーティ・アハーンは、選挙前の党首討論会で、ケニーを楽々と打ち負かしたと多くの人に、認識されていた。統一アイルランド党は20議席増加し、新しい議会で51議席となった。反対の予測にもかかわらず、共和党は78議席を獲得し、アハーンは3期目の政権を握った。 航空券の銀行危機に対応して2009年2月15日にケニーはアイルランド中央銀行金融サービス機構の金融規制部門の役員全員に辞任を求めた2010年6月10日にアイリッシュタイムズに掲載された世論調査はケニー投手への挑戦の引き金となったイプソス・マビーの世論調査は 労働党が初めて国内で最も人気のある政党になったことを示し、共和党と統一アイルランド党の支持が低下したことを示した。2010年1月以来、共和党の支持率は5ポイント低下し、統一アイルランド党は4ポイント低下し、労働党は8ポイント上昇した。ケニーへの満足度は7%低下して24%となった。党の副党首。 リチャード・ブルトンの支持を得られなかったため、2010年6月14日に、ケニーによって解任された。また、6月17日に開催される、新任の同義を提出した。翌日には、統一アイルランド党の最前列席銀連の9名が、サイモン・コーブニー、デニス・ノートン、オルウィン、エン・ライト、オリビア・ミッチェル、ファーガス・オウド、マイケル・クリード、ビリー・ティミンズ、レオ・バラッカー、 ブライアン・ヘイズからなるケニーが党を率いることに自信を持っていないことが明らかになった。デニス・ノートンは最前列席議員連はケニーの指示を得ておらず、信任の動きを撤回し、党の利益のために身を引くことを望んでいると述べた。2008年12月、ビンセント・ブラウンはアイリッシュタイムズでケニーは問題を把握しておらず、 特に経済問題を把握していないと批判した。ケニー新任の同義は可決された。2010年7月1日には、ブルトン、コベニー、オウド、バラッカーを再任するなど、党の最前列席銀連の大規模な再編成を発表した。選挙結果発表日に統一アイルランド党党員に演説している、ケニー2011年の総選挙運動の開始時に、 ダブリンの選挙本部の外で記者団に対してケニーは統一アイルランド党が税制を通じて人々に希望と自信を与えることの重要性を認識していると述べた。今回の選挙での統一アイルランド党は政府の任期中に所得税の増税は行わないと断言している唯一の政党である。また国には強力な政府が必要であり、 無党派層の指示に依存した政権ではないと述べた。今は勇気ある強い政府が必要な時だと思う。自戒するかもしれない政府や傭兵的な無党派層の気まぐれに依存するような政府が必要な時ではない。これは国民のための審判の時であると述べた。選挙戦の間、テレビでは討論会が行われた。TB3 アイルランド放送協会 TG4 で、エンダ、ケニー、ミホル、マーティン、イーモン・ギルモアの間で行われた3つの討論会と、RT で行われた5つの討論会では、3つの討論会からの他の参加者とともに、ジェリー・アダムスとジョン・ゴームリーも含まれていた。しかし、ケニーは、TB3 が提案した3者による討論会への参加を拒否し、ビンセント・ブラウンが、 討論会の議長を務めることに不満を表明した。1982年には、ブラウンはザ、ザレートレートショーに出演し、国会議員であることを、装っていたと主張し、ケニーを軽蔑した。2010年10月、ブラウンは統一アイルランド党が銃とウイスキーの、ボトルを持って暗室に入ることを要求しているか、どうかを冗談で尋ねた後、 公の場で謝罪することを余儀なくされた。これは世論調査で統一アイルランド党が労働党に次ぐに,に位置していたことと以前にリチャード・ブルトンがケニーに指導者として挑戦したことに言及したものである。ケニーが出席するならば討論会の司会を別の司会者に交代して欲しいというブラウンの申し出にもかかわらずケニーは討論会への出演を拒否した。 ミリアム・オ・カラハンが司会を務めた RTE での3党首討論会と RTE での5党首討論会には参加した。また TG4 ではミホル、マーティン、イーモン・ギルモアとのアイルランド語による三者間討論会にも参加した。2011年2月14日、ケニーはドイツのアンゲラ・メルケル首相と会談しアイルランド経済について議論した。ケニーとメルケルは メルケルの所属するドイツキリスト教民主同盟と統一アイルランド党が共に中道右派の欧州人民党に所属しており EPP の会合の席は苗字のアルファベット順に並べられていることから政治的にも密接な関係にあるこの密接な関係は2007年の選挙の際にアンゲラ・メルケルがエンダ・ケニーと統一アイルランド党を支援したことからも明らかである 2011年2月23日、パディ・パワー氏、アイリッシュ・インデペンデント氏、アイリッシュ・タイムズ氏が主催する、世論調査では、ケニーが、第31次国会で統一アイルランド党をリード、し、これまでで最大の議席数を獲得し、首相になると予想されていた。選挙では、ケニーは統一アイルランド党を、決定的な勝利に導いた。党は76議席を獲得し、 78年の歴史の中で最も多くの議席を獲得し、初めて議会で最大の政党となった。一方、共和党はアイルランド国家史上最悪の敗北を喫し、代表権が75%も減少した。ダブリンで行われた縮小会で、ケニーは統一アイルランド党が統治するための大規模な支持を得たと宣言し、この選挙はアイルランドの歴史の中で、 変革の瞬間を迎えたと述べた。その後、投票箱での民主主義革命と呼ばれるものの後に首相になることを RTE で語った。統一アイルランド党は少数政権として単独で統治するという話もあったが、上級指導者らは選挙結果が疑いの余地のないものになると労働党との連立政権に入る可能性が高いことを示唆した。 2011年3月5日の夜に、ダブリン城で、統一アイルランド党と労働党は、ケニーを、首相、イーモン・ギルモアを副首相として、連立政権を形成することに正式に合意し、労働党は、内閣の他の4つの議席を与えられた。ケニーは、就任後の最優先事項は、アイルランドの救済措置の条件を再交渉することで、あると述べ、元の取引を、 アイルランドにとっては悪い取引であり、ヨーロッパにとっても悪いと呼んだ。2011年3月9日に開催された第31次国会では、117、第27の投票で、ケニーが首相に選出された。ケニーは、メアリー・マッカリース大統領から就任の印鑑を受け取った。ケニーはまた、2011年3月9日に、 政府の閣僚人事を発表した。ケニーは59歳11ヶ月弱で、アイルランドの歴代首相で、初の就任者としては2番目の高齢者である。2011年3月9日、ケニーは15人の下級大臣を任命した。また政治改革担当大臣を任命し、大臣輸送について、どのように対応するか公共事業局に要望書を送った。 2011年3月15日には、現大統領、首相、副首相、法務、平等大臣のみが、アイルランド警察の運転手を持つことが発表された。それ以外の閣僚は自身で、交通手段を利用しなければならず、その際に応じた手当と、商用運転手が経費として支給されることになっていた。3機の政府用ジェット機の継続使用についての、 発表はなかった。マスメディアは、これにより、閣僚の自動車輸送費は、年間700万ユーロに削減されると報じているが、これは最低賃金の1万6000人の、年間納税額を合わせた額を上回るものである。東日本大震災への対応在アイルランド、日本国大使館で、東日本大震災と津波の犠牲者に、追悼の基調をする縁だ。 ケニー首相2011年3月11日に起きた東北地方太平洋沖地震を受け、ケニーはこの大きな試練の瞬間にアイルランドの人々と日本の人々との連帯を表明する。この悲劇で家族や友人を亡くされた方々に私たちの思いと祈りを捧げる。日本国民がこの災害から早く完全に回復されることを心から信じているが、 アイルランドは友人である日本を可能な限り支援する準備ができていると述べた。3月16日に経済危機中にもかかわらず100万ユーロの緊急支援資金を日本赤十字社に提供することを発表した。また欧州連合を通じて緊急援助物資の提供も発表された。3月22日には ダブリンのザイアイルランド日本国大使館を訪れ、犠牲者に追悼の記帳をした。大臣給与削減ケニーは、首相の最初の行動の一つとして、自身の給与を1万4000ユーロまで減らした。新政権はまた、上級閣僚の給与も削減することを決定した。当首の給与は21万4187ユーロから20万ユーロに削減され、 イーモン・ギルモアの給与は197,486ユーロから184,405ユーロに削減された。閣僚の給与は181,283ユーロから169,275ユーロに、国務大臣の給与は139,266ユーロから1 3万4 2ユーロに削減された。もう一つのコスト削減策として、ケニーは、 閣僚の輸送に費やされる金額を削減するための計画を立案するよう法務省、運輸省、公共事業局に要請した。金融、銀行政策就任3日目の2011年3月11日、ケニーはブリュッセルで開催された欧州理事会に出席した。同理事会ではアイルランドの法人税率が12.5%と比較的低いことをめぐり、 フランスのニコラサルコジ大統領と激しい対立を繰り広げた。ケニリーは法人税の変更を拒否し、翌週の最初の首脳質問でも繰り返し述べたが、欧州連合が銀行の上級債権保有者に損失を負担させる新たな条件に合意するまでは、ダブリンの銀行からの国家資金をさらに差し控える意向を表明した。しかし、 その3週間後の2011年3月31日、アイルランド中央銀行金融サービス機構は、アイルランドの生き残り4行のストレステストの結果を発表し、銀行が支払い能力を維持するためには240億ユーロの追加資金調達が必要であることを示した。ケニーは、以前から約束していたにもかかわらず、政府は、 同日に銀行を破綻させないために必要な資金を国が供給すると発表し、債権保有者に資金を求めることは合理的でも論理的でもないと述べた。これにより、ケニー政権の行動は激しく批判され、アイリッシュインデペンデント氏は、これでアイルランドの人々は過去数年間で5回も、これが最後の支払いになると言われてきたと指摘している。 2011年4月10日に発表された、ケニー就任後発の全国世論調査では、支持率が選挙後36%から39%に上昇したことが示されたが、多数派が彼の銀行救済に対する深い不満を示した。2011年7月21日、ケニーはアイルランドの金利を2%引き下げ、返済期間を延長することで、 ユーロ圏の指導者たちが合意したと発表した。年金付加金論争ケニーとバラク・オバマ米大統領2011年5月9日に、ケニー政権は新たな雇用創出計画を発表し、その財源として個人年金の貯蓄に0.6%の課税を行う計画を発表した。しかし、公的年金基金は手付け数のままである。 年金負荷はすぐに激しい反発を引き起こし、ケニーは、ささやかな提案として擁護し、政府が次に、個人の貯蓄に課税するだろうという告発を反論した。しかし、2011年5月12日には、ケニーが、アイルランドの高所得者のほとんどが、認定退職基金の保有者であることを認めたことで、年金負荷金をめぐる論争が激化した。 政治改革2011年5月3日、ケニー政権は総選挙での公約に沿った一連の政治改革を承認した。承認された改革の中には2011年6月に予定されている立憲委員会国会議員選挙の実施期間を6ヶ月に制限する法律2011年の大統領選挙における 支出限度額を75万ユーロとすること、企業献金を禁止する法律を2011年夏までに制定すること、2011年にシャナズエアランの議論を含む憲法条約を制定すること、2012年後半にシャナズエアランの廃止を問う国民投票を実施することなどが含まれていた。20人の国会議員を削減することに関しては、 人口3万人に1人以上の TD が必要とされる憲法上の要件であり、150人以上の TD が必要となるため、現在の166人の TD を最大でも16人削減することになり、一部の議論と会議的な意見が出た。バチカン検疾とその対応2011年7月13日。 ローマカトリック教区クロインの19人の司祭による児童虐待疑惑についての調査を承述したクロイン報告書が発表された。報告書の調査結果の中には教区で行われた疑惑の大部分が教会の1996年のガイドラインで要求されているようにアイルランド警察に報告されていなかったこと教区のジョン・マギー氏教らが 政府の調査への全面的な協力を保留し、疑惑に対する自身の対応を意図的に虚偽表示していたこと、バチカン自身が調査への協力を拒否し、1996年のガイドラインは拘束力がないと教区に助言していたことが明らかにされている。2011年7月20日、ケニーはスキャンダルにおけるバチカンの役割を非難し、 調査を妨害した教会の役割は、アイルランドの主権に対する重大な侵害であり、スキャンダルは、今日に至るまでバチカンの文化を支配している、機能不全、断絶、エリート主義であることを明らかにしたと述べた。また、アイルランドにおける教会と国家の間の歴史的な関係は、再び同じものになることはあり得ないと付け加えた。ケニーのバチカンに対する攻撃は、 アイルランドの交換による前例のないものだった。デイリーメール氏は、アイルランドの17年間に及ぶ、小児性愛者の生職者スキャンダルの間、アイルランドの議会が、地元の教会指導者ではなくバチカンを公然と非難したのは、初めてのこととコメントし、この演説は非凡なものと広く評価された。ガーディアン氏は、政治層は、 かつての全能のローマカトリック教会への恐怖心を失っていると指摘している。9月3日には、ケニーの演説に対して星座は、ケニーが何も立証しようとしなかった主権を持つ、民主的な共和国での審問を30年前ではなく、わずか3年前に、挫折させようとしたという非難は、根拠のないものであると指摘している。 実際に政府の広報担当者は質問されると、ケニーは特定の事件に言及していないことを明らかにした。これらの報告書には、教皇庁がアイルランド国家の内政に関与したことを示唆する証拠は一切含まれておらず、また性的虐待の問題に関してアイルランドの教区や修道会の日々の管理に関与したことを示唆する証拠も含まれていないと付け加えている。 ベネディクト16世の引用について、協議修道会が1990年5月24日に発行した、神学者の教会的職業に関する訓令から引用されたものであり、当時の修道会の総関権書記が署名したものであることに留意している。従って、当時のベネディクト16世の私的な文章ではなく、新都会の公式文書である。 最初の国民に向けてのテレビ演説ケニー氏は2011年12月4日、2012年のアイルランド予算の成立に先立ち国民に向けてテレビ演説を行った。2012年の予算は厳しいものになるだろうと警告しそうでなければならないと述べた。また2015年までに国内総生産の3%という管理可能な赤字に向けて アイルランドを前進させるとも述べた。これはケニーが強調した例外的な状況であったものでアイルランドの経済状況の深刻さを反映し国民へ向けて演説したのは6回目であった。この演説では120万人の視聴者がおりアイルランドで2011年の2番目に最も視聴されたテレビ番組だった。2013年3月に 第29次内閣を率いたエンダケニー約束手形2013年2月、旧アングロアイリッシュ銀行を救済するために、使用された約束手形に関連して、欧州中央銀行との間で取引が成立した。ケニーは、国と国民にとって良い日と表現した。変更の結果、今後数年間で、国庫管理局の借り入れ要件が200億ユーロ。 削減されることになると議会に語ったが、合意は、銀の弾丸ではないことにも注意を促した。マグダレン選択書の謝罪2013年2月19日、ケニーは、ドイルエアランで、国を代表して、今回交渉した女性などを収容していた、マグダレン選択書の生存者に謝罪した。政府はまた、生存していると推定される800から1000人の、 マグダレンの女性のために保障制度を設けることを伝えた。しかし、2014年2月までに684人の申請者のうち、約束された法定老齢年金や医療給付金を受け取った者はいなかった。日本との関係2013年6月19日に、日本の安倍晋三内閣総理大臣は、現職総理として1922年の独立以来、初めて、 アイルランドを公式訪問にした。首脳会談、共同記者会見、ワーキングランチが行われた。2013年12月2日にケニーは日本を訪問した。この際、30ヶ月以下のアイルランド産の牛肉の日本への輸入禁止を解除した。二度目の国民に向けてのテレビ演説2013年12月の欧州債務危機の終了を記念し、 ケニーは2回目のテレビ演説を行い、国は正しい方向に向かっている。景気が回復し始めていると述べた。レバノンの国連ミッションに派遣されているアイルランド国防軍と面会するケニー・マーティン・カリナンとアラン・シャッターの辞任2014年3月、アイルランド警察電話録音疑惑を受け、ケニーはカリナンが突然の退任をする前日に法務省の事務局長、 ブライアンパーセルを警察長官のマーティン・カリナンに送ったことを議会に伝えた。野党のミホル・マーティン党首は、これはケニーが事実上、カリナンを首にしたことを意味すると述べた。ケニーはまた、ウィランが電話でこの件について話すことを望まなかったため、司法長官のマイア・ウィランから、ガルダの監視について、個人的に説明を受けていたと述べた。 2014年5月、アラン・シャッター・ホーム平等大臣が辞任した後、地方選挙や欧州議会議員選挙で、ケニーと統一アイルランド等の支持は低迷した。ケニーは、その後、毎年恒例のブルームフェスティバルで、ファレル・ウィリアムスの、ハッピーダンスをしているところを目撃されている。2015年3月、ケニーは、 議会での質問中にアイルランド語を話せないミック・ウォレス議員への理解不足を批判された。2015年9月22日、ケニーはデニス・オブライエンが管理するインデペンデントニュースメディアの新しいデジタルハブを開設するために議会での質問を物議を醸して送らせた。ケニーは以前オブライエンの長期有給スポークスマンである。 ジェームズ・モリッシーの本を発売していた。2015年10月13日、メアリー・ルー・マクドナルドが予算に関する議会討論中に発言していた際に、ケニーが行った殴るようなジェスチャーが世間の注目を集めた。マクドナルドはパンチングジェスチャーは、 少なくとも言って異常な行動であり、私は繰り返されないように提案するだろうと答えた。2016年2月3日、ケニーはマイケル D ・ヒギンズ大統領に第31次国会の解散を要請する意向を表明した。解散前に2016年の総選挙が2月26日に行われることをドイルエアランに伝えた。選挙に続き、 統一アイルランド党は50議席を獲得し、全体の過半数には29議席足りなかった。2016年3月10日、ケニーは2期目の当選に十分な票を獲得できなかったため、首相を辞任した。新政権が発足するまで臨時首相を務めた。臨時首相として、ケニーは聖パトリックの祝日のために、いつものように、 アメリカが主衆国のワシントン DC へ向かった。そこでアイルランド大使館に帰国して直面しなければならないものに直面する必要がなかったらいいのだがと述べたと報じられている。また、シャムロックの蜂の手渡しのために毎年恒例の首相のホワイトハウス訪問の一環としてバラク・オバマ大統領に会った。2016年4月29日。 統一アイルランド党を率いる少数派政権を認めることで共和党と合意し2016年5月6日ケニーは59対49票の僅差で再び首相に選出され政権を樹立した統一アイルランド党の議員としてはアイルランドの歴史上初の首相としての再選を勝ち取ったまたケニーはサイモンコーブ2位から防衛大臣に就任し コベニーは住宅大臣に就任した。イギリスの欧州連合離脱是非を問う国民投票についてケニーはブレグジットの可能性は北アイルランドの平和維持に深刻な困難をもたらすと発言したことを記録に残した。イギリスが欧州連合を離脱すれば北アイルランドの平和的解決が崩壊する可能性があるため残留することに賛成していると述べた。 この発言は、テレサ・ビリヤーズ北アイルランド国務長官が、最悪の脅しと急断し、イギリスとアイルランドを結ぶ、開かれた国境である共通旅行区域は、イギリスの EU 離脱の影響を受けないと述べた。ケニーとドナルド・トランプ米大統領2017年1月30日、エンダ・ケニーとイギリスのテリーザ・メイ首相との、共同記者会見が、ダブリンのメリーオン通りで開かれ、 イギリスの欧州連合離脱が北アイルランドとアイルランドに与える影響について話し合われた。2016年の総選挙後、統一アイルランド党党首として、ひいては首相として退陣することを求める声が上がっていた。アイルランド警察のモーリス・マッケーブ軍総中将の発覚後、広報席議員連はケニーへの信頼を失った。ケニーは、 セイパトリックの祝日のために3月16日にアメリカ合衆国へ公式訪問にし、会見でドナルド・トランプ米大統領の過酷な移民政策を遠回しに非難した。帰国した後、指導者交代の計画を示すと述べていたが、ニューヨークで行われたセイパトリックのパレードで、イギリスの欧州連合離脱と北アイルランド議会選挙の余波の問題が、 解決するまでは辞任しないと述べ、北、アイルランドで指導者がいない状況はありえない。欧州連合の観点からアイルランドがどこになるのか、交渉のための合意された参照条件は何なのかを定義しなければならないと述べた。また、名首相との間では、北アイルランドのウェストミンスターからの直接支配への復帰はないとの合意があったと述べた。3月20日。 マイケル・ヌーマン財務大臣は少なくとも欧州連合の次の段階であるイギリスの欧州連合離脱交渉が始まる6月までは在任すべきだと述べた。翌日、ケニーは早ければ5月までは退任を検討しないと表明し、2017年4月29日に開催される欧州理事会に出席し、イギリスの欧州連合離脱をめぐる戦略を協議する。 予定であることを明らかにした。2017年5月17日、ケニーは、党首として退陣する意向を表明した。2017年6月2日までに、公認者の選挙を党内で完結させるよう要請し、その後間もなく、首相として退陣すると述べた。その後の選挙では、社会保護大臣のレオ・バラッカーが、統一アイルランド党党首に選出された。声明では、 ケニーは、これは、彼のための途方もない名誉であり、彼が、私たちの国全体の人々の生活を、改善するために、彼の人生を捧げるだろう知っていると言い,い、バラッカーに、心からのお祝いを述べた。2017年6月初旬、ケニーは、首相として、最後の渡米を果たした。2017年6月4日に、シカゴに滞在中、 アイルランドのロックバンドの U2 のジョシュアツリーツアーの一環として行われた公演のためソルジャーフィールドに出席した。U2 のフロントマンのボノはトリップスルー・ユア・ワイヤーズのパフォーマンスをケニーに捧げ、我々が T シャックと呼んでいる男、家の長とかそういう意味かもしれないけど、我が国の州長は今夜ここにいる。我々の優美な指導者に敬意を表したいと述べた。 2017年6月13日、ケニーは首相としての辞任を申し出た。翌日、2017年6月14日、バラッカーを指名し、議会で正式に首相として後を継ぐことにした。議会は指名を承認した。ケニーは、その後、人生の最高の宝物は、 価値のある仕事で一生懸命働くことというアメリカ合衆国のセオドアル・ーズベルト大統領を引用しドイル・エアランに別れの挨拶をした。ケニー氏は議会からの立例を受けた後大統領官邸へと出発しマイケル・ D ・ヒギンズ大統領に辞表を提出した。最後の任務としてケニーは大統領にドイル・エアランがバラッカーを 憲法の元首相として指名することを招いた。2017年12月29日、ケニーは、コークで統一アイルランド党の上院議員、ジェリー・ブティマーの結婚式のゲストとして登場した。約2年前に、ケニーが、起工式をしたが、現在は、建設が中止されている近くのイベントセンターのことを、レポーターが思い出す機会を得て、結婚式に出席するために、 そこにいたことを明らかにした。2018年6月、ケニーは、イギリスの欧州連合離脱の国民投票の時期には、欧州評議会の議長も務め、欧州連合との関係を発展させ、歴史上最も困難な状況のいくつかを通し、欧州におけるアイルランドの場所を促進、発展させるための卓越した貢献のために、アイリッシュオーロピアン・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。 2019年10月、RT Investigates は、ケニーが2019年に議会で投票したのはわずか3回で、2017年6月から2019年7月の間に行われた投票の96%を見逃していたと報じた。合計で400回の投票のうち、わずか15回しか投票していなかった。報告書によると、 ケニーの議会への出席日数はその期間中に263日登録されており、給与に加え、ケニーに与えられていた旅行、宿泊手当4万7000ユーロを全額請求していたという。フィヌーラ・オケリーケニーは1992年にフィヌーラ・オケリーと結婚しており、メディアから秘密兵器と評されている。オケリーは、 現職の統一アイルランド党議員であるショーン・ケリーのいとこでゲーリック体育協会の会長も務めていた。オケリー家はもともとケリー県キラーニー付近のキルカムミン教区の出身である。娘のイビンと息子のフェーディアとニーシャの3人の子供がいる。ケニーとオケリーはオケリーが共和党の報道官として働いていたレンスターハウスで出会った。オケリーは その後、アイルランド放送協会で勤務していた。ケニーは、キリマンジャロに登り、リング・オブ・ケリー・チャリティサイクルを完走した経験がある。故郷の名誉がフットボールチームの熱心なサポーターであり、地元のクラブであるアイランデディでゲーリックフットボールをしていた。父親のヘンリーは1936年に、名誉圏のチームでオールアイルランドのメダルを獲得した。 祖父は、東大守だった。ありがとうございます。